ウルスポをご覧の皆様、こんにちはでございます。さあ今日来たのはこちらでございます。いやー広いケーズ電気スタジアム水戸でございます。ということは我々水戸ホーリーホックさんに再びお邪魔しております。しかも今日2月27日はですね、水戸ホーリーホックさんホーム開幕戦でございます。いやー寂しいですね一人でこんな広いところで喋るなんて贅沢でございます。いやー実はですね、我々ウルトラスポーツなんと水戸ホーリーホックさんとですね、メディアパートナーシップを結ばさせていただきました。ありがとうございます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 。ね、もう四方八方にありがとうございますでございます。ということで、ホーム開幕戦、ね、その熱狂の模様をウルトラスポーツでお伝えいたします。3月まで城里町の地域おこし協力隊の坂本です。柏原龍馬です。よろしくお願いします。お願いします。メディアパートナーになっていただいたのウルトラスポーツさんです。よろしくお願いします。もうとにかくあの水戸ホーリーホックさん の SNS の絡み方が秒で来るので、ビクビクしながらいつもツイートをしておりますでも本当にこのスピード感でやらせていただけること、本当に我々もウルトラだなと本当に感じさせていただいてますので、そのウルトラを超ウルトラなところをさらに見せれるように、パートナーシップとして、頑張らさせていただきますので、改めて皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張感がめちゃくちゃあります。清水さんは僕にマイクをつけることをもう忘れてますそれぐらい緊張感があります。いやちょっと見てください。まだジャスト10時よ。今試合開始今日14時、熱狂やばくね。4時間前っすよ。マジでサッカーやばいし、水戸ホーリーホックさんやばいね。やっぱもう行列だもん。サッカージャンキーさんのところとかさ、ジャンキーだねみんな。ほらもういやいやいや、もうもう早速声かけてるなと思って。いつも通りなんですね。いつもです。前回のがテレビ的だったわけじゃなかった。全く全然。いやもうもうもう。はい。そうですね。あのテレビ的なのは泣いたのやっただけです。違う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 、そんなことないでしょ。それで営業してますから。泣くまで一生懸命やってます。相当すごい。いやでも小島社長すごいっすわ。すごい開幕戦ってやっぱり。まあいい雰囲気。まあ本当にサッカーできるのは本当にありがたいです。社長冥利につきましたね。スタッフ冥利に。ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタグルを食べに行きますか。あ、来ました来ました来ました。我々もお世話になってる。どうもすいません。どうもこんにちは。すいません。クラでございます。クラさんほらここでね、はい、我々実は1回ね、小島社長をはじめよろしくお願いします。すいません、今日は何食予定？710食予定。出ました710食納豆なんか4800人ぐらい来るかもしれないって言ってますけど、710食そこじゃないですか。じゃあ我々もクラさんで SNS 強めの。そうですよ、そう。もう倉さんの絡み方とんかつ界のアナコンダって言われてますからね大丈夫です、ありがとうございます。今さすがですよ、お一つでよろしいですかって営業力までありがとうございます、これで残り708食すいません、たこ焼きはいいですか。ありません、何味。うわー何がいいか。素焼きって男の素焼き。これはお、じゃあ塩塩ってのもありますよ、ね、あ、でもおすすめは塩です。あ、じゃあ塩、ね、じゃあ塩を一つ。塩で、はい、ありがとうございます。お兄さんお待たせしました。はい、なんかやっぱり4時間前から来ても面白いですね。ここがね、農業の。あ、すごい、ほら選手の皆さんがこうやってお醤油とかいっぱいある。地域の食の紹介という形で。はいはい、醤油プリンはやばいっすね。ウニの味するって聞いたことあるよね。梅、スイート梅だって。水戸ちゃん人形焼き。あ、見てください。創業100年やばいね、100年いやさすが
茨城県さすがですね、本当に。今からまあ水戸ホーリーホックさんが農業の事業をね、はい、こう立ち上げて、はい、でそこでこう収益が出るように、はい、もう今やってると。ちなみに今ニンニクね、はい、栽培してますもんね。そうですね。ね、はい、また時期によっていろいろ変えたりする予定もあるんですか、これから。基本的にはメインはニンニクで、はい、大体5月6月くらいに取れると思うので、はい、あとはあの全部がニンニク作ってるわけじゃないですか。はい、そういったところであの他のものもとか、あとはあのそのニンニクを使ったあの商品、はいはいはい、コーヒーだったりとか、はい、あとはこうやって地域の食の、はい、あの企業さんとか農家さんと一緒にコラボレーションとか、野菜の販売。すごいっすね、本当にね。小林さん、ご自身の会社で事業で農業ってやろうと思ったらどうですか？誰がやっぱ発案っていうか、あ、やっぱ小島社長、思いとしてあのチームの西村さんだったと思います、はい、そうなんですね。本当にやっぱり茨城で、はい、農業っていうのはすごく重要なので、やっぱり農業の分野には興味がある。なるほどね。いや、西村 GM は本当ノートとかもすごい書いて、いや、GM って役割違いますよ。すごくないですか？すごい、ね、マジですごい。 GM の枠を大きく超えてますよ。超えて表彰されるぐらいのね、オーバーラップしてますから完全に。しかもゴール決めてますすごいですよ、本当に。ね、これも我々ウルトラスポーツではね、はい、ちゃんと取材に行くようにね、しましょうね。ありがとうございます、すいません。食いしん坊万歳。さあ、今日なんですが、水戸ホーリーホークさんのこちら経営電機スタジオ水戸さんにやってまいりました。そして倉さんのとんかつサンド、こちらカツサンドいただきたいと思います。うわぁ、あの時のまんま、うまい。パンはふっくらしてるし、でカツの油というかそのソースがパンに染みすぎてないんで、ものすごくね、カツとパンがちゃんと味をね出しながら食べれます。いや、うまい、うまい。さあ、まずこれちょっと見てもらっていいですか？すごいです、 LED でございます。水戸さんに LED がやってきました。まずこれ来た時やっぱどう思いました？はい、いや、もうまずすげえ投資すんなっていうのがもう最初のあの営業部としては印象なんですけど、はい、でも実際これ出してみるとめちゃめちゃインパクトあるんで。そうですよね。もうこれはあのいい買い物したなっていうふうに、はい、思いますね。いや、ちょっとせっかくなんで、はい、これをバックにしながらちょっとこう、ぜひぜひぜひ。ちょうどほら、ね、これはあのもう写真入れ込めるので、ユニフォームもすげえプレミアリーグみたいです、これね。プレミアリーグみたい。いや、機械車プレミアリーグですよね。いや、最高。いや、こういう風にだから情報も明確に伝えることができるじゃないですか。そうですね、そうですね。え、これ何面とか何パネルがここの1個の、これ横が32メートルが2本あるのでじゃあ相当パネル数だけでも相当、これそうですね、相当ですよ、はい。これ電気のあれもね、コードも、はい、やっぱこれまでずっとここは看板が置いてあった場所だったので、はい、やっぱり古くから見ていただいている方々こそ、あ、水戸変わってきたなというか、うんうん、成長してきたなということを感じられるような、象徴かもしれないですよね。あとはやっぱり今ね、アダストリアさんとかもさっきケーズ電気さんも出てましたけど、はい、スポンサーの皆さんの情報が、はいはい、マークとともにこんだけ明確にもうずっと回転しながら見せれるっていうのは、はい、すごい強みなんじゃないですか。すごい強みです。あの実際にやっぱり枠の数も広がるので、はいはい、僕らが売れる、量も大きくなるんですね、うんうん、はい、いや、これでも、まあ、言える範囲でいいんですけども、はい、これもう投資すんなってさっき言ったんじゃないですか。はいはいはい。もう要はもう値段としてはこれセットでっていうのは言えたりするんですか？あの全然言えないんですけどもでも全然言えないんですけど、でもその分をちゃんと回収できるぐらい僕ら今セールス頑張ってるところなので。なるほどね、はい、ま、僕全く値段出さないんですけど、はい、僕の年収と比べるんでちょっとこう耳元でマジの、あ、
僕の、まあ、やっぱ厳しくなった年収の4倍か5倍あります。すげえ。これはね、一生水戸さんで働かなきゃいけない。、はい、それ僕は返すために一生水戸さんでもう働かなきゃいけないぐらい。さあ、例えば11時25分、あと5分ほどで多分開門するということで、開幕戦でしょ、これは。ちょっと見ましょうよ、どれくらい、すごいよ、列が。ドゥドゥーって、開幕戦です、さすが水戸ホーリーホークさん、参りました。すいません。さすがです。いやもう今やね、早く早くいつ開くのって感じでみんな待ってますからね。これ開く瞬間楽しみですね。やった。あのお姉さんだ。いやーちょっとすごいですね。なんかまあサポーターの皆さんにはですね、まあなんか本当改めて。開幕おめでとうございますとお伝えしたいですね、本当にね。あとは今日もう勝つこと、もうこれをねどう見届けられるか。だって一番最初の人何時並びよ、マジで9時ぐらいに着いたんですけど、もうすでにいましたからね。14時キックオフのもう20分前ですか。お客さんがこれだけ入って、ね、いよいよもう試合が近づいているというですね、緊張感と、なんかこう試合の前のね少しこう静寂な雰囲気が出てるのかなって。やっぱりあと選手の皆さんのねピッチ上で練習してるんですけど、いやなんか何とも言えないこのちょっとひしひしと何かね伝わってくるような。いやもうこの試合始まるねもう30分以上前から結構みんな立ってね見てたりとかしましたから、いやー間もなく開幕ですよ、楽しみです。おお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 この開幕戦に合わせてですか。オフのちょっとある会見の時、はい、はいはい、でも誰も気にしてくれなかったオフのオフの会見の時にもう変えたのに誰も気づいてくれなかったっつってウルスポでちゃんとテロップ入れましょうね。今日外歩いてても残念にも言われないうおもうごめんなさい、声出しちゃいけないです、すいません、声出しちゃってすいません。さあ前半が終わってですね、1対1の同点で後半を迎えるんですけども、なんか変わったと思いません？これサッカージャンキーさんの買っちゃいました見てください、スタッフの小林さんももうね震えちゃってんのよ、このカメラマンの清水さんが暖を取りながらね、さらに熱い応援ができるように我々もこっからさらに熱入れていきますから、これはもうダウンを、いやいやダウンを取るために清水さん後半どうですか、全然違うでしょもう小林さんが世界が変わったって言いましたからね、はい、世界変わりましたね。いやーすごいいや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 
さあということで試合が終わりました。いやー2-3、いやー惜しくも開幕戦、いやー敗戦という形になりました。非常に惜しい試合でした。チームもですねすごく攻撃力があってですね、ディフェンスもですねもうキュッとラインもね上げる下げもねこう締めるところバシッと締めてたりとかねしてたんですけども、サッカーは難しい。本当に勝つことってどんなにねみんな努力して頑張ってても勝つっていうのは本当に苦しいなっていうのをね改めて感じましたよ本当に。でまあ我々ねウルトラスポーツはこうやって水戸ホーリーホークさんとですねねオフィシャルメディアパートナーシップねにならせていただいたので、もうこれからもねさまざまな場面ね、まあいろんな悲しい場面もあるかもしれません、嬉しい場面もあるかもしれませんね、で怒ってる場面もあるかもしれません、で喜んでる場面もあるかもしれません、そういういろんな場面をですねどんどん皆様に見ていただこうと思いますんで、もうとにかく勝つまで来るよ、勝つまで行くよっていう気持ちで我々またお邪魔したいと思います。いやーでも本当に見てホーリーホークさん今年皆さん期待しててくださいね、本当にいいチームなんで、皆さんまたお会いしましょう。水戸さん今年本当期待してます。さあ今日なんですけれども2月の27日水戸ホーリーホークさんでの開幕戦、オフィシャルパートナーシップのね関係性ができたのにもかかわらず、いやこれ開幕戦をね勝利でこうね、まあ動画をね届けられなかったのは非常にこうなんか悔しい気持ち、このままはちょっと嫌だなと。今日はですねこちらなんですよ、もう1000年以上の歴史がある神社で勝利とついてるじゃないですか、なので神様に絶対勝ちますようにと、勝利八幡神社お参り、そして勝利を願っていきたいと思います。そうですね、エマとお守り、あこの必勝お守りいいですね、うん、この必勝お守りを一つとこのエマを、うわ見てください、これいいですね。いやなんかもう本当やばいなと思ったら、今なんて書きますよって、あ大喜利始まったのかと思っちゃった。そうじゃないからね、そうじゃないやばいよ、そうじゃない、そうじゃない、なんかあんまりボケないやつがいきなり急にさボケようとする感じ嫌だね、なんかね。書く、はい書かせていただきました。水戸ホーリーホックとともにウルトラスポーツもいざ J1 昇格。ど真ん中らへんがいいですね、こうやってはい書かせていただきました。あちょっと名前も書いておきましょうね、ウルトラスポーツってね、はい OK よし、絶対に J1 行きます。さあ、まあお参りがね終わりましたけども、まあ本当にこれでね効果だったりとかっていうのはまあこれはもう分かりません、でも気持ちとしてやっぱり本当に J1 に上がってほしいし、そしてとにかくまず一勝、これをですね我々も見たいしね、サポーターの皆さんも見たいと思っておりますので、その願いをですねこうちょっと神様に見てもらうようにこのね勝利八幡神社でお参りさせていただきました。もうオフィシャルパートナーシップとしてねとにかく共にね、水戸ホーリーホークさんと共に歩んでいきますので、
これからもぜひウルトラスポーツよろしくお願いします。そして水戸ホーリーホークさん、できる、頑張れ頑張れ頑張れ、絶対まずは一緒、君たちならできる。